こんにちは、さあやです。今日はですね、これから友達とね、出かけるんですけど、今日昼から約束して夜までね、一日お出かけする日にやっている崩れにくいメイクをですね、紹介しながら、ちょっとゲットレディウィズミー撮っていきたいと思います。それでは、やってみよう。クレドポーボーテクリーム UV です。こんな感じでね、ほとんど塗ったら無色って感じで、白浮きもしないし、こうカバー力とかも特にない日焼け止めなんですけど、もうね、つけ心地が本当に、いいんですよ。超滑らかで、なんか日焼け止め特有のもう塗ってますっていう感覚がまるでない。特に乾燥肌さんに本当におすすめの日焼け止めです。保湿効果も高いし、塗るとねちょっとこうツヤっとした感じに見えるんですけど、カピカピ途中で乾いてくる感じもないし、スキンケアのなんか最後のこのクリームを塗ってるみたいな感覚で使える日焼け止めです。で、あとなんかスキンケアの相性が悪いと日焼け止めってなんかこうちょっとモロモロができちゃったりとかすると思うんですけど、これ結構どんなスキンケアと組み合わせても相性が悪くてこううまく塗れないっていうこともなくって、スキンケアをこう選ばないところもすごく使い勝手よくてとても気に入っています。なんか私すごいここめっちゃ赤くなってますね。まつげ美容液塗ったらもともと赤いんだけどさらに赤くなっちゃって、今お休みしてます。気にしないでください。下地は新作のナーズのライトリフレティングトーンアップベールという下地です。ナーズのあの人気のお粉のシリーズの下地なんですけど、こんな感じで出すとちょっとベージュ味があるような下地なんですけど、すごいね、トーンアップ効果もあって崩れにくくしてくれるような下地で、なんかこう白浮きするようなトーンアップじゃなくって、自分のこの色ムラを消して、こうくすみを飛ばして明るくしてくれるみたいな。ほらこっちのここら辺のなんて言うんだろう、ちょっとこうどんよりしたようなくすみが飛んで、ほんとこう光を集めてパンと明るく見せてくれるような下地なので、顔だけ白くなっちゃうのはちょっと嫌だなっていう方にもすごくおすすめです。この目周りのくすみなんかもパーンと明るくなります。なんか一気に光が集まって明るく見えません？滑らかな感じのテクスチャーでサラッサラっていう感じではないです。これね、結構ヒアルロン酸系とかなんかジェル系のスキンケアとはちょっと相性悪いなっていう感じがしたので、こうやって擦らないようになんかトン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 って塗る方がうまく塗れます。毛穴とかもカバーしてくれて、そのわざとらしい白浮き感がないので、私そこがもう本当にすごく好きです。この後使うファンデーション、崩れにくいファンデーションを使っていくんですけど、崩れにくいとかをこう歌ってないような保湿力が強いファンデーションと組み合わせてもすごく崩れにくいなっていう風に感じたので、崩れにくい下地探してるっていう方にもすごくおすすめです。素肌さんとかはバーって塗るよりもちょっとずつここで薄く伸ばして、この手の甲で薄くしたものをトン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 ってのせていくのが結構綺麗につけれると思います。最近のロフトの購入品で紹介したルナのコンシーラーの02番、黄色、ここの鼻の下、このピンクの部分を崩れにくいメイクにしたくて、コンシーラーは薄塗りにしたいので先に少しだけ仕込んでおきます。で、今この目もちょっと赤いところも。ファンデーションは私がこの夏ご利用ししている崩れにくいファンデーション、リニューアルされたランコムのターンアイドルウルトラウェアリキッド P00 です。普通に塗っても崩れにくいんですけど、日焼け止めも塗って下地も塗ってるので、層をできる限りその分厚くしたくないから、バチェラで薄く固定されるのが早いので半顔ずつ広げていきます。さっきのコンシーラーもなじませながらトントントンって、鼻はより優しくこすっちゃうと皮むけみたいな感じになっちゃうから、トントントンと下からクイックイックイって押す感じにすると結構毛穴がいい感じに隠れます。ローラメルシエのリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングコンシーラーの 1C1 です。薄肌さんにマジでねおすすめなコンシーラーで、厚くのせたら崩れやすいところにのせた時のこのフィット力本当に綺麗です。トントントン、ラネージュの人気のこういうメッシュになってるパウダーの新作のラベンダー色がですね出たんですよ。なんかほんのりこう透明感をプラスしてくれるような感じのパウダーで、がっつり色が乗るっていうわけではないんですけど、本当に粒子の細かいパウダーですごく肌に溶け込んでダマにもならずにふわっと乗ってくれるんですけど、乾燥もしにくくって、で崩れにくい乾燥肌さんに結構おすすめなパウダーかなって思います。
おでこのさテカテカ感がなくなりましたよね。ここのフェイスラインのところ層をこう壊さないようにするために塗る時もポン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 、ブラシ使ってんだけどパフと同じようなやり方で私はやってます。この眉毛のこの中までこうやってさっきのフェイスパウダーを塗っとくと眉も落ちにくいのでやってみてください。シェーディングはペリペラの V シェーディング、まずこのくぼみ、鼻先、キスの薄眉メーカーロフトの時に買ったやつ、ふわって柔らかく消してくれるけど、でも地眉が真っ黒の時はルマンドの方が結構色を消す力は強いかなっていう感じがしました。キスの方がもうちょいナチュラルな感じ、眉毛が結構しっかり生えてる子はルマンドの方が塗りやすいかも。アイシャドウなんですけど、ちょっと新しいのを使おうかなと思って、でこれですねいただいたんですけど、デイジークのムードシャドウパレットの07番と06番、どっちもねすごい可愛い、ハートの可愛いよね、めっちゃラブリーな感じでね、裏もキラキラで、06番の方がねちょっとイエベ春向けな感じのカラーで、07番の方はもうちょっとブルベナツ向けなちょっと寒色系のパレット、はい、どっちも可愛いんですけど今日どっち使うかな、こっちにしようかな。じゃあまずはちょっとこの薄ラベンダーみたいな感じのカラーを目元に、はっきりとしたピンクも可愛いんだけど18色もあるとめちゃくちゃ悩んじゃう。この左から2番目のめっちゃ可愛い、超可愛いラベンダーピンクって感じ、意外となんかがっつりなんかド派手に色がつく感じじゃないから結構使いやすいです。ほんでちょっとこのキラキラっとパールが入ってるピンク、かわいい、最初ナチュラルピンクな感じにしようかなと思ったけどちょっとしっかりめに入れてみようかな、ちょっと目頭側に入れてみました。真ん中のモーブブラウンのカラーを、この色めっちゃかわいい、ブルベさんがめっちゃ好きな色って感じの、それよりもうちょい薄いこの色、さっきのモーブブラウンにもう少し白みが足されたみたいな感じの色です。塗ってみるとめっちゃナチュラル。したら涙袋にこことここを混ぜてみます。こうチークみたいなピンクの色なんだけど、ちょっと晴れっぽったい感じの涙袋、ちょっと締め色で締めていくかなと思う。一番濃い色。目尻。めっちゃ可愛いグリッターがいっぱい入ってるんですよね。これにしよう。ミックスされてるグリッター。青みのラメも目立つし、ピンクのラメも目立つし。あとね、もう一個使いたくて持ってきたの。メイクメイクのラベンダージャム。これ絶対このねデイジークと合うだろうなと思って持ってきたんだけど、めっちゃ可愛いです。うるうる、ちょっとこう蛍光っぽい感じに光る感じかな。ヒロインメイクのシークレットアイライナーで涙袋の影を描きます。ユニコングローフィクサーです。セルフビューティーの、めっちゃ霧が細かくてほんと崩れにくくなるし、乾燥肌さんにもおすすめ。ちょっとツヤっとした感じに見えます。あ、そうそう、これ話したっけ、一緒購入品でちょっとできなかったエトゥセのアイエディションのトップコート、マスカラがこう繊維たっぷりのフサってなるようなコーム系のマスカラとかじゃないものと一緒に組み合わせた時に結構まつげが変な方向向いてても綺麗に整えてくれるし、束感も割と大きめの束ってよりかは細かい感じで束が作れたのですごい良かったです。コーセーのカールキープマジック、コームタイプなんですけどクリアなんだけどなんかちょっとブラックみたいな、これだけでもちょっとこうまつげが濃く見える、なんかウォンジョンヨの01のシアブラックぐらいの、からはエチュードのトップコートでやるとちょっとこう束作れる感じわかるかな。クリームペンシルです。これもにじみにくくってすごい擦れにも強いジェルライナーなんですけど、これにさらにプラスリキッドも足すとよりラインが取れにくいです。ラベンダーっぽい色を使ったのでこっちにします。フィーの MV02 番です。最初にこのちょっと紫を、なんかジェルチークだと粉みたいにちょっとマットになったりとかせずに、このなんか自分のベースメイクの
質感をそのままになんか発色してくれるのですごくいいです。あとやっぱ取れにくい感じがする、めっちゃ力が高くて。でクリームだとちょっとよれちゃうっていうか、もうジェルだとね結構よれにくいのでおすすめです。このピンクをここら辺に、ちょっと今日はピンク系にしたのでピンクっぽい、ルミナイザーの02番、デイジークのリップペンシルの07番です。ちょっとなんかローズっぽいカラーなんですけど、すごく滑らかで描きやすい、ぼかしもねすごいしやすいです。ちょっとオーバーにフィーのチークに似てるようなスフレタイプのやつなんですけど、さっきリップペンシルで少しね縁取りしてるんですけど、そこをさらにこうふわふわふわーっと、唇がなんかちょっとぼやってする感じです。ぼやぼやにして内側にぼかす。これねチークにも使えるんですよ。フィーの 30% の A05。 完成。見て可愛いでしょこの服、こんな感じです。なのでね今日はちょっとメイクは濃いめに、だいたいアルちゃんはここにいます。というわけでメイクも終わって髪の毛も終わって着替えも終わりました。時間大丈夫かなっていうのを気にしつつ、崩れにくいメイクのポイントを紹介しながらやったんですけど、特にベースアイテム、本当に私あんまりお直しをしない前提で結構作り込んでるので、メイク直しとかもそんなに気にしないで出かけられる結構武装な感じのメイクなので、夏の崩れにくいアイテム困ってる方はぜひ参考になったら嬉しいなと思います。それでは行ってきます。